本場のケジャンの味を味わいに来ました。こうなんか数々の芸能人の写真がバーっとありますね。押切もえさんとか山田優さんとかも来てる。おえ、めっちゃいろんな人来てるじゃん。日本人の人もとにかく名店みたいな感じですね。ほらこのケジャンの味うまそう。メニューですね。バタイガニのカンジャンケジャンあった。え、これがいくらなんだ。2匹で1万円か。まあそんなもんですね。まあまあいい値段しますね。でこれがヤンニョムケジャン。ヤンニョムの方がちょっと高いんですね。1万2000円ぐらい。だいたい韓国っていうのはこう0を1つ消した数字、例えばこれだったら9500円ですね。これカンジャンケジャンのエビバージョン。これアワビバージョンとかもあるんだ。こういうのもまた作ってみて面白いな。じゃあとりあえず今日はここ2つ頼んでいきます。ありがとうございます。おお、来た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 。これがカンジャンケジャンの方だね。でこれがカンジャンセウ。これを押すとほらほら、これをいただきます。甘い、すげえ新鮮。このカニのクオリティが半端じゃない。見てもらえば分かるんですけど、これ見て、身もパンパンだし味噌卵もパンパン。すげえいいカニ使ってる。これはやばいな。これご飯も来たんで、ご飯にこれを一緒にいただきます。マジでカニ料理の中でダントツで一番うまいですね。味噌と卵の甘さがまたね、うめえ。カンジャンセウ、エビですね。これが何エビなんだろう。クルマエビとはちょっと違う、ブラックタイガーなのかな。これも殻が剥いてありますね。このままいただきます。うん、なんかこっちとちょっとあれの味が違うような気がします。山椒みたいな香りがします。でも僕はやっぱりこっち派。甲羅に米を入れて、これがやりたかったんですよ本場で。ご飯を混ぜますと。でここにこれ身を入れます。でキムチなんかもちょっと入れて、でここをすくっていただきます。いや、めっちゃうめえこれ。マジでか。これ考えたらその天才だろこれ。ご飯2合ぐらい食えちゃいますね。はい、次はこちら、ヤンニョムケジャン。ヤンニョムっていうのは味付けっていう意味らしいですね。僕もね結構日本では食べるんですけど、本場のヤンニョムケジャンどうなんだろう。辛いのかな。いただきます。あれ、後引く辛さじゃないな。すっきりとした辛さですね。うまい。ヤンニョムケジャンもうめえな。こっちがうまいって決めづらいな。こっちはこっちでうまさがある。でもカニの味がダイレクトで伝わるのはカンジャンケジャン。ちょっとカニ独特のこの風味とか、まあ若干の生臭みが苦手だよっていう方はこのヤンニョムケジャンの方が好きかもね。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。初ヤンニョムケジャン上手にできたでしょうか。この柔らかい殻を押すと甘い身がたっぷり出てきます。それをいただきます。うわうま。甘い、全然生臭みがないですね。やっぱり鮮度って大事だな。で、気になる味付けなんですけど、もう抜群です。ちょ、もう一個食べていいですか、これ。レタスに出して、味噌もたっぷり。これもレタスに乗せて、こ
これをいただきます。うん、幸せがすぎるな。あ、うめえ。ちょっと汚いかもしれないですけども、ケジャンっていうのは汚く食べるぐらいが美味しいんです。そうだ、ご飯を持ってこよう。ご飯を用意しました。ここに、いただきます。最高。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。アワビとサザエのご飯、磯の素晴らしい香りがしてます。で、今日は2つにご飯を分けます。アワビとサザエもたっぷり入れて、じゃあまずはこちら、カンジャンケジャン。いただきます。これはごちそうすぎる。こういうふうに足も切ってあるので、すごく食べやすいです。このまたアワビ飯もうまいな、これ。貝の旨味のみ。それが A。うまい。では次こちら。ヤンニョムケジャン。こちらもアワビと一緒にいただきます。うわ、これはやばい。うん、ちょっとこれはうますぎるな。で、何がいいかっていうと、箸で食べれるんですよ。いちいち爪とか折らなくても、もうこっち噛んで、でこっち噛めばもう綺麗に食べれますんで、手が汚れずに食べれます。これめちゃくちゃポイント高いです。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。三日熟成ズワイガニのケジャン。うん、腐ってはない。まずは足肉からいただきます。うん、うまっ。渡り蟹とは全然違う。甘い。で、今回作り方を少し変えてシナモンとか入れたんで、本格的な味がする。この味噌のとこいただきます。うん、うん、まっ。美味しいけど、胴体の身もね、渡り蟹と比べて繊維を感じますね。でね、味噌と卵は渡りと比べてちょっと鉄っぽい味がしますね。僕は味噌を食べるんだったら渡り蟹の方が好きですね。カニの甲羅に白米を詰めます。で、海苔に包んでいただきます。うん、うまい。
割りすぎちゃった。目玉焼きと混ぜて海苔で巻く食べ方が一番好きですね。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらスタミナ満点生タラバガニのヤンニョムケジャン、味も染み込んだと思います。ちょっと出してみましょうか。うわ、染み込んでますね。ほら、はい、こちら盛り付けました。うまそう。それじゃあまずこちらからいただきますね。ヤンニョムのタレを乗せていただきます。うわ、やっば、これやばい。白米、うわぁ、ちょっと何が起きたかよく分かんなかったんで、もう一回食べさせてください。いただきます。はぁ、これはうまいな。ソースだけで言ったら今まで作ったソースの中で一番美味しい。なんか旨味があるなぁ。で、今回のソースの特徴はすりおろしニンニクを少なくして、で、リンゴもすりおろさずにこういう風にカットして入れました。そうするとヤンニョムのタレが水っぽくなりにくくなります。こうしっかりとしたヤンニョムソースになります。でスルメイカをちょっと今日入れてみたんですけど、うわ、うまいな。で、なんせタラバガニのこのボリューミーなブリブリの身にこの激うまヤンニョムソースが絡まって、もう最高にうまい。しかも食べやすい。やばい。これ次こちらお味噌汁。うわー、うまい。優しいなお前。ご飯に生卵を入れます。で、かき混ぜてこんな感じね。そしたらそこにヤンニョムソースを入れます。醤油は入れません。ヤンニョムソースを入れます。で、さらに混ぜます。この状態でうまいんですけども、そこにタラバガニの身を落とします。で、ここを一緒にいただきます。うわ、うん、まー、最高だね、これ。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。どうでしょうか、この理想のケジャン定食。今日はこのネギキムチも用意しました。そしたらワタリガニは後で残しといて、こっちのウチワエビを食べていきましょうか。ウチワエビのカンジャンセウ、これね、爆発的にうまい恐れがあるよ。このエビは本当にうまいからね。よし、おお、いい感じ、いい感じ。トロトロですね。味も染みておりますね。で、こう両サイドを切ります。こう両サイドを切り落としちゃって、はい、こんな感じですね。そしたら下の殻ピロピロっとめくって、上の殻もテロテロっとめくります。で、こう引っ張ると背わたも一緒に取れますんでね。ピーっと、これ背わたです。まああんま入ってないですね、わたは。で、これにこのタレをこうつけていただきます。うーん大成功しとるやないの。全然生臭みないですね。失敗するとね、生臭みが出ちゃうんですけど、全くですね。でね、生きた状態のエビより甘さが3倍4倍ぐらい甘いんですよね。ご飯の上にこう乗せて、で、ここを
いただきます。うめえ。顔はこんなだけどね、伊勢海老より味が上品なんですよね。内輪エビうまいんだよね、このエビ。うん。では次はお楽しみ、カニ行きたいと思います。じゃあまずはお酢から剥いていきましょうか。ふんどしをパキッと割っていきますよ。せーの。うわ、完璧じゃない。これ味噌も入ってますね。でこの状態になったら、このエラですね、このエラを外しちゃいます。でこのエラの周りにね、ポツポツついてるのは寄生虫なのかな、ちょっと名前わかんないですけど、これあんま食べない方がいいので、これ取っちゃいます。ちょっとこれ気持ち悪いですけどね。うん、まあ、入ってたら当たりぐらいに思ってくださいね。はい。でこの状態になったら半分にパキンと割ります。はい、こういう感じですね。この状態でガブッと食べてもいいんですけど、ちょっと大きいなと思う場合はこの半分、ここでバチッとハサミで切ります。こんな感じで、これが食べやすいですね。でこの太い足がついてる方、こっちの方が身があります。でこっちはちょっとね、身が少ない。せっかくなんでこっち食べてみましょうか。いきますよ、皆さんが好きなシーン、せーの。さあ、たまんないね。じゃあいただきます。うん、うめえ。新鮮だわ。なんでさ、3日もつけてこんなさ、身が新鮮で臭くないんだろうか。不思議な料理だな、ほんと。で、甘さがすっげえ甘い。これでチュルンと綺麗に食べれるんですよ。こっちはこっちでね、この味噌がうまいんですよね。で、味が浅いなと思ったらこう、つけて、タレに。ここを。うめえ。大成功かましちゃっとるね。俺ぐらいのケジャニストになると、この状態からこういって、うまっ。で、口の中にまだ残ってる状態で、これ。うまっ。で、せっかくなんでね、やりたいことがあるんですよ。なんかもう一回、メスの甲羅を開けます。パカッと。お、味噌入ってますね。エラを外して、で、甲羅のこのくちばし、ここをカコッと外しちゃいます。で、くちばしの先端にこの袋みたいな、これね、これがね、砂袋なんですね。この餌のカスとかが入ってる場合があるんで、これは取り除きます。で、この状態にします。そしたらここに、この白米を入れるんですよ。こうやって。はい、絡まりました。そしたらここに、ケジャンの身を入れます。たっぷりと。これですよ。で、ここに卵黄を一玉、そしてごまをパラパラっと振りかければケジャンの甲羅ご飯の完成。これがめちゃくちゃうまいんですよ。卵黄を潰していただきます。うめえ。体がね、喜んでおる。うん。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。過去一豪華なケジャン盛りじゃないですか、これ。これは楽しみですね。今日はね、ケジャンってことなので、手袋をつけて素手でいきたいと思います。よし、これ楽しみのこの渡りガニ、これは後に残しといて、最初はこのボタンエビからいきましょうか。まあ、さすがに味噌はね、2日経過してるんでやめておきましょうか。うわ、すげえ、味めちゃ染みてるわ。こちらですよ、これ。で、ちょっとタレにつけていただきます。うまっ。うまっ。ボタンエビ身が柔らかいんで、味がめちゃめちゃ染み込んでます。で、染み込んでるからちょっとね、しょっ辛めなんですけど、酒飲みにはちょうどいい。このぐらいがいい。次こっち、こいつ、天使のエビ。やっぱりカンジャンセウはこのぐらい身がしっかりしたエビを使った方がいいってことなのかな。こう、パッと見ほら、全然味染みてないですよね。これはまだちょっと早かったかな。で、タレにたっぷりつけて、いただきます。ちょっと、
浅いね、漬けがね。美味しいんだけど、もうちょっと漬け込んだ方がいいと思う。ただ味付けはバッチリ。次これ、アワビケジャン。これはね、期待大ですよ。今日はあえて国産ではなく韓国産を使いました。肝を取り外してこちらいただきます。うまっ、うまっ。これ柔らか、蒸し加減がちょうど良かったのか、こういう切れ込みを入れたのが良かったのか、めちゃくちゃ柔らかくてうまいな。で、味が染みてますね。これお粥とかに入れてもうまいと思う。じゃあ次、お待ちかねのカンジャンケジャンいきたいと思います。こいつがね、一番ずっしりしてる。いきますよ、せーの。うお、これは大当たりですね。ほら、これ全部打ち粉ですね。そりゃこのクオリティのカニはね、値段しますよ。エラを取り外して、で、これをバキッと割ります。これです、ほら、こちらで、これをいただきます。うわ、本場の味や。うめえ。回数を重ねるごとに確実に本場の味に近づいてる気がしますね。うまっ。これいろんな通販のケジャン食べてきましたけど、間違いなく今まで買った通販のケジャンには全部買ってる。めちゃくちゃうまい。で、この内子の甘み、これがたまんないね。で、ケジャンときたら、あれをやらなきゃ始まりませんよね。ご飯の上にかけると。地元ではね、ケジャンはご飯泥棒っていう意味らしいですからね。カニ味噌も乗せちゃうと。ちょっとグロテスクですけど、うまいんだよこれが。で、スープをかけると。で、ご飯と一緒にいただきます。今まで食った食い物の中で一番うまい。あいつの言葉を借りよう。ちょっと目玉焼き焼いていきます。目玉焼きを乗せて、で、2杯目。お、こっちもね、身がぎっしりだね。で、目玉焼きの上にかけちゃう。黄身と一緒にいただきます。マジでうめえ。この食べ方が一番うまいね。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらのカンジャンケジャン、こんなもん店で食ったらとんでもない金額になりますからね。で、カンジャンケジャンっていうのはどうしても咀嚼音が出てしまう食べ物なんで、苦手な方はごめんなさい。なので今日 BGM を切って、あえてその咀嚼音も入れていこうかなと。で、まずケジャン食べるときに用意するのが濡れタオル、これは必須です。じゃあまずシンプルにケジャンだけでいきますね。こちら、うまそう。いただきます。やっば、うまっ。間違いなく過去一の出来ですね。すごい新鮮な味がする。で、次はやっぱりご飯ですよね。ご飯にケジャンを、乗せて、で、さらにそこに、いや、やめた。やっぱりご飯の上に乗せるんじゃなくて、せっかく甲羅にこんなに味噌が入ってるんだから、甲羅にライスと身を入れて、この食べ方でいきましょう。
うわやっぱカニ料理で一番うめえ。とんがったここの中にも卵がしっかり入ってますんで、これもかき分けて、でご飯追加で溶かして、でしっかりすくって、うまっ、幸せ感じちゃうな。でケジャンといったら、これを用意して火をつけて、うまい。やばい、手が止まんない。極端な話、